今までやってるその劇としての中の音楽と、はい、それからミュージカルに取り掛かるっていうの、はい、なんかそこで違いがあるんですか、作曲には。多分違う、完全に違うのはその歌に歌詞があって、それを歌わないといけないっていうところが最大のもう違いなので、それも歌、普通の歌物を書く時よりもその歌詞がセリフなので、基本的にミュージカルの歌詞は普通の歌とは違って、なのでセリフの発音とそのイントネーションとかと沿った風にしないとあまり違いすぎても変になっちゃうので、その辺は気にしないといけないですし。そうですね、まあ、子供にはその対してのこの考えとしては、あんまり子供を子供に媚び売る方向には実はあんまりする必要もないかなとは思ってます。だけど一緒に来た親が いい音楽だったねってまず思えることと、そんなに難しくなくスコッツッと入ってきたねっていうところを感じてあげれれば。何か思い出の作品というのはありますか？そうですね、まあ僕あんまりミュージカルをまず見に行ったことがなかったんですけど、まあ友達が出てたやつとか僕が出たものとかなんとかはありますけど、そうですね、ロッキーホラーショーとかなんか好きでしたね。なんか友達出てたので見に行って、うわそっか。それまでなんかまあ食わず嫌いっていうところが多々ありまして、ミュージカルっていろんなミュージカルあるじゃないですか。やっぱ僕いいミュージカルをやっぱちゃんと見てなかったんだなってすごい思っ、いろんなの、まあ、最近は思うんですけど、僕はミュージカル全然分かってないですけど、分からない人が見ても今日楽しかったねってスッと言えるっていうことがいいミュージカルなんじゃないかなとは思いますけど。いや僕音楽を書くんですけど、書いてる方からこんなことは言うのはあれなんですけど、お芝居にというかそのストーリー舞台にその出てるその瞬間に、まあ、聞こえる、音楽だったり見るお芝居だったりっていうのに集中していただいてというか集中できるようになれば、うん、このミュージカルは成功だと思うので、普通に気軽にミュージカルを見に来るんだってじゃなくて、三重詩を、うん、まあ、見に来るんだっていう風に、うん、思ってもらいたいなと思います。これだけは言っとかなきゃ。すいません、間に合わなかったらすいません。頑張ります。